私はこの夏引きこもりすぎて、先日電気代が高すぎてびっくりしましたね。やっぱり危険な暑さだったのでエアコンを結構使ってしまってですね、こんなにするんだっていうぐらい高かったんですが、ちょっと引きこもりすぎましたね。私こう意外と寝る時もつけたままで寝落ちしてしまったりとかして、8月分の電気代がすごく高かったですね。だから9月はちょっと扇風機で頑張ろうかなって思っているんですが扇風機とエアコンどっちが安いって先日調べて、その電気代が高すぎたので、まだ扇風機の方が安いってネット上の情報は出てきたので本当かわからないですけど、だから扇風機でちょっと9月は乗り切りたいなと思います。涼しいとは言ってもまだ私は暑くてですね、実際気温も30度以上のところが多くなりますので、あ、ドライにすれば少しだけ安くなるんですね。皆様からのこう情報助かります。初めての一人暮らしでなんかね大変ですよね、自分を自分で養わなければならないのね本当に実家に戻りたいなと思いながらね